江戸川乱歩悪夢酒好きの下男ナポレオン三世がセダンの戦いに敗れて仏国を追放された時しばらく仮の宿となっていたキャデン館というのはロンドンの郊外チッスルハーストにある壮楼な邸宅であった この物語はそれより数年前の1883年の出来事で、当時はこの館にボナーという金持ちの老夫婦が住んでいた。老ボナーは80歳の高齢で、夫人はそれよりも10歳ほど年下であった。老夫婦は近隣の誰に対しても優しく慈悲深く、それは毎日の彼らの習慣であったが、 よく晴れた静かな午後の並木道を、老夫妻が馬車を駆けさす姿を村人たちはよく見受けるのだったが、そんな時銀髪の老夫妻は必ず村人たちに親しく優しい微笑みを浮かべて挨拶をするのだった。で村人たちは老夫妻の姿を見ると、なんという穏やかなご夫婦だろう。いつ見てもお優しい。立派な。 そういうに噂し合うのだったところが「一寸先は闇の世」と言いながらこの慈合いに富んだ優しい老夫妻にとんでもない不祥事が降って湧いたのである2人はその日5時に晩餐の食卓に着いたそしてキンキン休暇を取って連隊から帰ってくる一人息子のことについて楽しく語らいながら 二時間の後には夫妻の寝室に退いた。夫婦の寝室は豪奢な飾りをした広い部屋で、庭に向かった窓の下に二つの寝台が置き並べられてあった。夫妻は決して寝室のドアに情をかけなかった。そして部屋の中に明かりをつけたまま休む習慣になっていた。ボナー家の雇い人は、 下男のニコルソンと重木と休止人。あとは皆女ばかりであった。下男のニコルソンは酒好きで寝酒を欠かしたことのないような男だったが、その日も他の雇い人たちと一緒に9時半ごろ台所そばの食堂でちびりちびり酒好きを重ねていた。その時もニコルソンは酔いつぶれるというほどではなかったが、相当酒を飲んでいたことは確かである。 ニコルソン、お前もそれくらいの酒で置くといいのだがね。重木が言った。ああ、俺もそう思うよ。今くらいがちょうどいいところだ。じゃあ、これくらいにしてお引っけとしようかな。ああ、そうしなさいよ。そして早くお休みなさい。お前さんは朝が早いのだからね。 そばから年寄りの料理長も口を添えた。では、休むとしよう。皆さん、お先へ。ニコルさんはあくびをしながら、台所脇の寝室に退ぞいた。時々犬の遠ぼえは聞こえたが、その夜は欠けた月が高く昇っていて、静かな夜だった。屋敷の中はしんと静まって、 何事もなく老けていった。血のしぶき。翌朝7時、いつものように駒使いは主人夫妻の寝室の窓を開けに行ったが、部屋の中はひっそりカとしていたので、老夫妻はまだ眠っているものだと思い、足跡を忍んで窓に近寄り、厚いカーテンをそっと引いた。 朝の光は部屋の中に眩しく流れ込んだ。ふと何気なく寝台の方を振り返った駒使いは、そこにあるべからざる者を見て、喉の裂けるような恐怖の悲鳴を上げた。二つの寝台は真っ赤に染まり、その下の絨毯は血の池となっていた。ローボナーは敷布の端を掴んで寝台から転げ落ち、 すでに死骸となっていた。老婦人は、これもやはり死台の上、仰向けに、血を浴びた魚のようになって死んでいた。そして、壁にもカーテンにも、真っ赤な血のしぶきが飛び散っていた。だ、誰か来てくださいだ大変です早く誰か やっと駒使いは声を振り絞って大声にわめいた。雇い人たちはその声に驚いて皆2階に駆けつけた。重僕は警察に飛んだ。もう一人は息子のボナー隊員のもとへ馬を駆けさした。ニコルソンは医者を迎えに、そしてロンドン警察に救報するために館を飛び出した。館を出たニコルソンは、だがまず、 村ずれの酒場へ入って行ってビールを煽った。そのビールが回ってくると彼は喋り出した。彼は酒を飲むと黙っていられない性分の男だった。おい、親父さん。えらいことができたぜ。キャディー館で人殺しがあったんだ。えなんだって人殺しだってそりゃまあ。 それで、誰が殺されたのかい誰って。ご主人がお二人ともやられなすったのだ。えあのボナーご夫婦がかいお前それ本当かねニコルソンの言葉に驚いた酒場の主人は咳込んで尋ねた。本当だも俺はこれからロンドンへ医者を迎えに行くんだ。それから警察へも知らせに行くんだ。 だが、もう、後の祭りで、何の役にも立つまい。そりゃあ、まあ、とんだことが起こったものだ。しかし、ロンドンから探偵がやってきたら、誰がやったかすぐ知れるだろう。さあなあ、どうだかなあ。客間のドアが開けっぱなしになってたんで、みんなは泥棒が入ってやったんだろうと言っているんだが、 そいじゃあ泥棒だな。何か庭に足跡でもあったのかいところが、こいつは泥棒の仕業じゃないんだ。本当のことを知ってる奴は、たった一人しかいないんだ。一人しかいないってそれじゃあ、誰か知った奴がいるのか一体それは誰だねそいつは日中の日さ。滅多なことは言われねえ。 どれ遅れないうちに出かけることにしよう。あっけに取られている酒場の主人を煙に巻いてニコルソンはその酒場を出たが、また途中で一軒の酒場へ寄ったので、医者のところへ行った時には足元もふらつくほど酔いがまおっていた。ニコルソンは医者が馬車の支度をして、さて窒するハートへ出かけようとすると、医者の顔を見ながら言った。先生、 急いでおいでになっても無駄ですぜ。ご夫婦はもうとうに羊の肉のようにぶったぎられているんですからね。それからニコルソンはふらつく足を踏みしめてロンドン警察へ行った。そしてそこでボナー夫妻が昨夜何者かに殺害されたことを話した。それじゃあ、凶器は現場にあったんだな ニコルソンから話を聞き取った探偵は言った。どういたしまして。凶器なんか見つかるものですかだがお前は今、ボナー夫妻は先の尖った包丁で殺されたと言ったではないか。そして、夫妻は昨夜の真夜中に殺されたと言ったな。どうしてお前にそれが分かったのかね何か怪しい物音でも聞いたのか いやあ、私は今朝までぐっすり寝込んでいましたんで、何も聞きません。私は今朝みんなに起こされるまで何も知らなかったのです。とにかく、それじゃ一緒に行こう。ああ。でも旦那、私はちょっと他へ回ってこなければなりませんので、 これで失礼させていただきますよ。そいつはいけないね。どうせお前のことなら酒場へ回るくらいのものだろうが、酒なら途中で飲ますから、とにかく一緒に行こう。ニコルソンを怪しいと睨んだ探偵は彼を離さず、キャデン館へ彼を連れてきた。探偵の顔を見た土地の巡査は、それまで現場を監視していたのだが、探偵の耳に囁ささいた。 下男のニコルソンが何か知っているようです。村の酒場で何か喋っていたって言いますから、あれを調べたら何かわかるかもしれません。もちろん探偵も、ニコルソンが犯人ではないまでも、何か事件に関わりのあることと睨んでいた。それで早速、ニコルソンの部屋を調べてみることにした。と、果たして彼の部屋から、 結婚の付着したシャツと、先の尖った肉切り包丁が発見された。そしてその肉切り包丁は数箇所運ばれがして、しかもかすかに血の跡が残っていた。それらの証拠品を突きつけられたニコルソンは、探偵の尋問に答えていった。どうしてそんな品物が私の部屋にあったのか、 私には全く思いもよらんことです。きっと悪魔の仕業でしょう。彼は嘘吹いた。探偵は彼をひとまず馬屋へ監禁しておいて、さらに現状その他をなお詳細に調べてみたが、外部から入った形跡はどこにも見出せなかった。そしてそれが強盗の仕業でないことは、 老夫婦の寝室にだけでも相当高価な品物があったにもかかわらず、それらの品物は何一つ失っていないのを見ても証拠立てられるのであった。と言ってまた、ニコルソンが老夫婦を殺害しなければならない理由はどこにも見出せない。まったくこれは不可解な事件と言わなければならなかった。雇い人たちは口を揃えて、 ニコルソンを弁明するような証言をするのだったニコルソンだってご主人様を神様のようなお優しい立派な方であると敬っていたのは私たち同様でしたニコルソンがどんなに酔っ払ってしくじりをしてもご主人は何一つおこごとおっしゃるようなことはありませんでしたそれに それだから、ニコルソンだってご主人を恨むようなことは決してありません。私たちは、ニコルソンがしたこととはどうしても思われません。実に奇怪な事件だった。もしニコルソンが次のような不思議な真実を自らしなかったら、この事件は、 そのまま謎の事件としていつまでも隠されていたのかもしれない。事件は、ニコルソンが石のかけらで自分の手首の静脈を切って自殺を図ったことから、実に容易に解決されることになったのである。ニコルソンの自白。ニコルソンは、 自白するのであった。申し訳のために自殺しようと思いましたが、それも果たされなくなりました。もうこの上は全てのことをありていに申し上げます。あの晩私は夜中に恐ろしい夢を見てふと目を覚ました。するとどうしたことか、 私の頭は狂ってでもいたのか急にご主人を殺してみようという考えが稲妻のようにひらめきました。私の眠っている間に、きっと悪魔が私の体の中に忍び込んでいて、あんな考えを起こさせたに違いありません。 それでも私は一生懸命になってその恐ろしい考えを追い払おうとしました。そして何も考えまいとして頭から毛布をかぶってじっとしていたのですが、自分の知らない間に私はいつか起き上がって戸棚から肉切り包丁を取り出していました。 それからはもう目に見えぬ、自分ではどうすることもできない妙な力に操られて、シャツの上半ズボンを履き、裸足で暗い廊下に忍び入れ、二階のご主人の部屋へと引きずられて行きました。私がご主人の部屋へ忍び込みますと、旦那様は目をお覚ましになって、 私が包丁を振り上げた手を払おうとなさいましたが、私の力は余って、旦那様の首へ包丁の先は深く突き刺さったのでございます。それから奥様も同じように手にかけました。私は悪い夢の続きでも見ているような気で、 めちゃくちゃに包丁を振り回したのを覚えています。お二人を刺し殺しました私は、それから台所へ行って血だらけになった体を洗い、寝巻きに着替えて、また寝台の中に潜り込みました。なんと言っても私は悪魔に取り憑かれていたに違いありません。 そうでなかったら、どうしてあのようなお慈悲深いご親切なご主人にこんなことをすることができましょう。ははは、こんなことをした私は、もうきっと地獄へ落ちて、未来永劫を浮かぶことはできないことでございましょう。朝になって、はっきり目を覚ました時の、 私の驚きと後悔は言いようのないものでした私は両親の呵責に耐えられず酒をあおってその苦しみから逃れようとしましたしかしそんなことでその苦しさから逃れられるものではありませんそして私の犯した罪がつ 消えるわけでもありません。私は自殺してそのお詫びをしようとしましたが、今はそれも果たし得なくなりました。この上は、どんな思いお仕置きになっても構いません。死んでお詫びができれば、七度でも死んでお詫びをしたいと思います。だが、 このニコルソンの自白を警察はそのまま受け入れることはできなかった。一体人間がこんな薄弱な動機で人を二人も殺すことができるものだろうか。そこで警察は彼の自白以外に何らかの動機があるに違いないと睨んで極力彼を取り調べたが他には何もつかむことができなかった。ついに彼は その年の8月23日、死刑を執行された。彼は死の直前にも、自分の自白の事実であることを共弁して、次のごとく言っている。私は、初めから一言も嘘は言いません。私は、 私の言った言葉を一言付け加えることも、また一言取り消すこともありません。ありのまま、すべてを申し上げたのでございます。まったく私は、悪魔に取りつかれていたのでございます。最後の望みには、 この私に取り付いていた悪魔を地獄の底へ突き落とし、魂だけを神様のおそばへ差し上げたいと思います。まことこの犯罪はニコルソンの悪夢と言わなければならない。